皆さんこんにちは。今回は世界地理の6つの大陸と3太陽、世界の地域区分について学習していきたいと思います。まず画面は6つの大陸と3つの太陽を示しています。画面の左から西から順に行きますと、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、オーストラリア大陸、南極大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸になります。3つの太陽はヨーロッパとアフリカの左側、西から大西洋、インドの南側のインド洋、日本とアメリカ、オーストラリアの間にある太平洋、アメリカ大陸の東側にある大西洋になります。また世界の地理を学習していく上で大切なのが世界の地域区分です。世界の地域は6つの州に分けることができます。こちらも画面の左側、西から言うとヨーロッパ州、アフリカ州、アジア州、オセアニア州、北アメリカ州、南アメリカ州となります。6つの大陸とほとんど同じなんですが、ヨーロッパ州、アジア州、また南極大陸が含まれていないということで気をつけてください。世界には現在190以上の国々がありますが、これをすべて覚えていくにはとても大変ですし、その必要もありません。まずは3番で示しているように、世界の主な国を地図帳に印をつけたり、教科書の地図のところに印をつけてみてください。ただこの16カ国ではもちろん知識としては足りませんので、これから学習する各地域の州ごとに少しずつ知識を増やしていきましょう。それでは今回の6つの大陸と3太陽、世界の地域区分の学習を終わりたいと思います。以上です。